ステップ1、タオルドライの基本。髪をこするのではなく、地肌を揉むようにタオルドライをしましょう。ゴシゴシこすると髪同士の摩擦で傷む原因になります。毛先はタオルでくるみ、軽く押さえながら水分を取りましょう。次にオイルなどを均等に浸透させるためにブラッシングをします。ステップ2、アウトバストリートメント。手でなじませて、中間から毛先に向かって手ぐしを通すようにつけていきましょう。ステップ3、ドライヤーの基本。中央ミニボタンで風量調節、持ち手部分で冷風モードに。まず密集していて乾きにくい根元から乾かしていきます。風の方向は必ず上から下、髪の毛の生えている方向に沿って乾かしていきます。絡んだりキューティクルがめくれて傷んでしまうので、下から上に乾かすのは NG です。ステップ4、ボリュームの出し方。ボリュームを出したいところを掴んで根元に熱を与えます。次に冷風に切り替えて、髪を冷風で冷やしてボリュームをキープします。ステップ5、ハンドドライ、ブラシドライのやり方。 80% くらい乾いたらノズルをつけてグロスモードにし、下にテンションをかけながら乾かしていきます。仕上げに内側からブラシで溶かしながら乾かし、完成です。正しくドライヤーをかけてあげると綺麗なツヤと潤いが出ます。ぜひ試してみてください。